サブレス一野さん、どういうことや。もう意味がわからん。てかなんか最近さ、すげえ暑かったじゃん。でもなんか今日めちゃくちゃ寒くてさ、すげえ気温差を感じてめちゃくちゃイラついてるんだけど、なんかね、暑い時はやまないんだけど、俺寒いとね、めちゃくちゃ寝ちゃうんだよ。冬眠に入っちゃうわけよ、冬眠状態。だからめっちゃ睡眠時間取らなきゃいけないの。でも夏だったら、坂道上パタパタつんよ。最強やん、それ。これ分かる人いない？なんか寒いとずっと寝ちゃうんだよね、ひたすら。なんか暑いとさ、まあすぐ目が覚めて、まあ行動、全然、上行けないんだけど、どうすんのこれ。おー、これどうすんだよ、マジで。行けた。待って、ワンチャンこれさ、ここに入るとかじゃないの？やっぱそうじゃん。やっぱそうやん。これ何これ、とりあえず、押すよ。スイッチがあるとね、やっぱ押したくなる、そういう体質だから。そういうスイッチ体質よ。間違いない。鍵コインそこやん。これも入る。アウトカーもめちゃくちゃ気になるけど、まあまあまあいいや。じゃあ戻ろう。目つき力が気持ち悪いから戻ろう。俺もついてきて。ストーカーが。とりあえずこれだけ取っとくね。これだけ。おー、ま、やべ、これ、これワンチャン、もう一回押してくれる。信じてる。もう一回押してくれるよね。お前さー、なんで中途半端に押してさ、俺を解放したいの。マジで。おい、しかも、鍵コイン集める意味ねえじゃん。なんあの鍵付きドアは。氷のダンジョンかな、これ。滑る床。いや、滑るね、床ね。これ苦手だな。ただなんか、いやー、地面があれ、あれな、地面がちょっと白っぽいダンジョンなのかなとか思ったけど、ダンジョンって言ってしまってんな。最近さ、俺さ、ポケモンダンジョン結構やってたからさ、もうダンジョンっていうのが頭に、おおー、頭に染みついてるんだけどさ、俺そういう殺し方もある。マジかよ。なんか、おっきくなりたくね、ちょっとさ、おっきくなっておきたいよね。これ出るやろ、キノコ。いいね。で、これ一応持っていっとくか。これ持っていっとくと、なんか一回だけ食らえるよ、みたいな。ふざけんな、お前、マジでさ。てか、なんかみんな消えたみんな消えたんだけど、ね、あそこの、みんなの場所に俺だけがいないんだけど、マジで。僕だけがいないマシじゃなかったよな、こういうの。なんだっけ、三浦春馬だっけ、合ってるこれ。でも、マリアは来てるから違うわ。あいつは俺と同じポンコツ仲間みたいな、そんな感じよね。あれ？待ってよ、でも。待って、でも。おい、待って。邪魔すな、ボケ、マジで、本当に。これ、食らった方がいいんじゃない？これ。バカバカバカ。投げろ！ナイス！俺は、今んとこね、ちっちゃくなりたかったから。そういうことよね、つまりは。オッケー。取っておいて。まあでも、ルイージね、今戻らなくてよかったんちゃう？それは。お、入って早く。あー、もう最悪。最悪やけど、倒してくれると思うから、バチコリここで鍵奪おうか。でもここは多分無理かな。となると、ここら辺でね、ここら辺でなんか詰まりつつ行きながらさ、鍵取ってみたいな。あ、お前かよ、鍵持ってんの。いや、待って、行かせない。うわー、待って、まだチャンスある。投げればいい。うわこのスキンはこれができるんだよ。気球飛行船だって。あ、ほんとだ。気球みたいになってる。あの右の絵みたいな。絵じゃないけど、配置アイテムの。え、すげえな。これ上行ったら焼かれるやつ。いや、下かな？どっちが焼かれる？これ。わかんねえ。わかんねえけども行こうぜ。あー、なるほどね。気球いっぱいあんだ。いいね、こういうのなんか。じゃ、俺だけね。俺だけ先行きまーす。なんかさ、棚からボタン持ちだよね。めっちゃ運良かった、ほんとに。適当に上行ってみたら、全然ゴールを引いちゃうっていうね。ゴールっていうか、スタート引いてしまうっていうね。そういうこと、わはぁ、おー、なんていうのあれ、アオトゲメットっていうの。舐めてんな、あいつマジで。ちょっと、焼き入れとかないとな、マジで。あんな、舐め腐ったやつには。さあ、羽取ってさ、仕切り直していくか。羽はでも、これ持ったら負けないんじゃないの？実際、青木力協力しましょうとか言ってっけど、お前甘えんだよ、マジで。甘えてんじゃねえぞ。はい、はい。おー、怖っ。おい、なんかいるぞ、ここ、ほんとに。どうした？急に。目つき力どうしたん？すぐ人の頭使おうとすんだから、そうやってさ。やめて。おー、あっぷろ飛びたい！無理、飛べない？はぁ、やったな、飛べないな、これ。はい。はい。はい、はい。ごめん、飛べんかったわ。飛びたかったんだよ、俺。これ逆転すんにはもう飛ぶしかなくない？正直。だからすげえ飛びたかったの。全然飛べる気配がなかったっていう。
わあやだ、もうそんななんかすごい罠作んのやめてくんね。てかみんなこう死んでねえな、俺だけやな死んだら。はいはいはい。いやこれね、マントでさバネ飲んどってめっちゃむずくない？そういうとこあるよね。これわかる人いる？結構これわかるくない？結構めっちゃむずくない？あ、中間いらんよそんなん、マジで。中間は甘え中間はそう決まってんだよ、甘えってね。で、はい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 、これ結構追いついていけてんね。どうしたの、どうしたのマリオくん、急に死んじゃってさ、どうしたんだい。そっちが正解か、おいマジかよ。え、マリオってさ結構ダントツ1位みたいな感じだったよな。いや、メスキネコがまさかのダントツ1位か今。すっげえな、何が起こるか全くわからん。はいはい、早すぎるって、さすがにさすがに早すぎる。で、はいはい、全然食らってるじゃんあいつ、全然食らってないんだけど。ちょ早く投げてそれ、それ俺なんかあいつがさジャンプしてる間にパウ投げちゃったから、ダメだったんかな。いや違うな、これ普通にちゃうわ。はっ、お前ふざけんな。はっ、おーい、あのさクッパジュニアって一発で死ぬんだね。一度よ、ワンなんとかトゥースカイだって。まあ船だもんね、エアシップ。誰か落としたいけど。そこで落ちる普通ね、そこで落ちる。協力しましょう。誰もお前のジャバしてねえだろ。意味わかんねえんだけど。いやファイヤーか、これルイージがもしファイヤー取ってたら多分もう追いつけんこれは。ただうーわマジか、でもボスはいそうだよね。マリオでエアシップといえばボスみたいな、やっぱそんな感じだから登って。はい、うまい。はいはいはい、うわやらかし、嘘でしょお前、やったな完全に。あ、違う違うやんけ。はい、降りて降りて、あれゴム兵がいるんじゃないこれ、どっかに。あー、待つのか。はい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 、そんな感じか。はいはいはい、入れない。はい、上行って、はい入っていく。いいねいいね、正解をね適当に引いていく男、これが持ってる男と持ってないやつの違いよ。お前ふざけんなマジで。おいおい、それはふざけてる、さすがに。それはもうハゲ取るわ、それもハゲやわ、それは完全に完全なるハゲ。おお、間違いないわこれは。だからお前そうやってハゲるやつを、そうやって邪魔すからよ。はい、ここ、はいはい、怒りの鉄槌、素晴らしい。素晴らしい、集中力を一瞬で高めていく。はいね、これ入んなくて良さそうな気もしたけど、まあ入ってこうぜ、もうゴールありそうだし。はい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 、ゴールと。いや素晴らしかったな今のは。ザ・スポクチャーマンションだってな。どういうことなんだろうスポクチャーって、なんかあれかな、レクチャーみたいな。レクチャー、ちょ、危ない、危ない、危ない。ちょ、違う。レクチャーはなんか人に教えるみたいな。そういうのあったよね、確かね。そういう意味がね。俺、だから多分スポーツなんだよ。つまり、これ e スポーツなんだよ、きっと。ね、マジで見えないの、ほんとしんどいんだが。あ、これ多少は、敵にぶつかったりして、はっはっは。あははは。もう、いやや、何このコース、マジで。むずすぎん？むずすぎるんだけど、むずすぎってなんかいやらしい。いやらしいな、マジで、ほんとに。はい、はい。あいつ、はははは。あいつ、俺に気を取られすぎて、死んでんじゃねえかよ、マジで。ははは。うわー、もうマジでやだやだやだ。あー、島が見えないのやだよ、ほんとにやだよ。あ、なんかある。おーい、なんだ、今の隠しブロックみたいなのはよ。はい、はい。これ入っていいの？あれ入っちゃダメじゃね？いや、入っていいのか。なるほど。わ、強い、それは。一瞬だけ見るんだったらマジ強いな。うわ、それダメか。下から抜けていけんか。やったわ。やってるわ。でも中間、あざす。中間があったらめちゃ楽よな。で、どっち？右行こう、右。人はね、迷った時左選ぶらしいよ。で、クラピカが言ってたから、やっぱクラピカ理論。クラピカ理論で行くと、やっぱ右でしょ、選んでいくのは。で、マリオって右に行くゲームでしょ。だから右に行くのが正しい。あれ？ここはどこ？ここはどこ？私は誰？でもこっちなんだろうな、実際は。で、マリオがもう行ってっから、うわ、早すぎ！はぁ、いや、電光石火じゃん、お前、マジで。おぉ、二択でなんかこう、変なことさせんな、マジで。そこ行ける、俺。あ、行けたよ、行けたよ。行けたから、うわ、テレサめっちゃ綺麗だな。目がチカチカするわ、ほんとに。このなんか目のチカチカ感っていうの？これいいよ、なかなか。なかなかいい。俺好きだよ、この目のチカチカ感。あー、これ絶対食らわんと無理じゃないこれ。食らわんくていける？いや、ここで死ぬなよ、マジで。え、どこ？
あったね。あったね、ドアは。ただ追いつけるかどうかわかんねえ。だいぶ先に行ってるよな。うわって、水中やってたからなんか感覚が変わってたわ、マジで。この面も水中かと思ったけど全然違えんだよな。あいつ鍵早すぎんよ。いや、待って。